崎チャンネル。ちょっ、総チェックの時間でございます。月曜日、もう残り試合も20試合切ってるチームもありますけども、大混戦でございます。さあ、どうなっていくのか、皆さん見ていきましょう。さあ、今日はですね、パリーグから、日本ハム対西武。10月1日、2対4で西武。2日、2対1で日本ハム。3日、3対2で日本ハム。日本ハムの2勝1敗の勝ち越し。なんと、ゲーム差、西武と日本ハム、1になりました。最下位争いっていうね、ところになりますけども、1日、4対2で西武。西武ね、与座、5回76球、3安打4三振、1四球無失点。まあ、ストライク先行でね、勝負できたのが非常に良かったかなと。ホームもね、クイックで投げたり、ゆっくり投げたりっていうね、そこら辺の工夫、非常にグッドポイントだったかと思います。でね、まあ、インコース、アウトコース、ね、高めとしっかり制球できたことがね、この無失点につながったかなと。で、3回ね、ノーアウト1、2塁。で、西川センターフライ。野村ね、インコースのストレートをサードゴロ。で、近藤ね、13球粘られてもレフトフライと。ここのね、粘りの投球っていうのも非常に良かったかなと思います。で、2番もね、縦の6回92球、3安打4三振、1四球、1デッドボール、無失点。スライダーフォークね、非常に変化球良かったかなと。ね、これはもう来季、ローテーション入りで、受賞、目指していけるね、ピッチャーに、このオフね、しっかり練習してトレーニング、継続してね、能力アップしてもらいたいなと。で、西武はね、もうホームラン。山川7回ホームラン、8回ね、スリーラン。まあね、一人で全打点、ね、4打点上げるというところで、まあ5年連続ね、20本塁打。グッポイント。ね、非常に。まあこれがね、まあ体の具合もあるかもしれないですけども、確実性がもっと上がればね、まあ山川といえばね、これ倍ぐらい。40本はね、最低ね、打つのを、目指してもらいたいなと。期待してる皆さんも多いんじゃないでしょうかね。で、2日、2対1で日本ハムね。西武今井、7回116球、5安打3三振、3四球2失点と。まあ、結果はいいんだけどね。若干ちょっと前に突っ込んでいき気味かなと。この前に突っ込んでいくことによって、このボールのちょっと強さの乗りっていうのがね、あと抜け気味っていうのがね、ちょっと出てるんで、ちょっと前突っ込んでいき気味かなっていうね、ところでちょっと気になりましたね。で、日本ハムバーハイゲン、6回116球、6安打6三振、3四球1失点と。まあ、クイックしないからね、殿崎三盗塁など足絡めた攻撃されましたけども、まあ、西武としてはね、あと1本出ずっていうね。あとストライク先行したらね、やっぱりバーハイゲン強いなと。でね、日本ハム5回裏、ロドリゲスセンター前。で、2つのフォアボール挟んで、2アウト、満塁からワイルドピッチね。まあ、あれはちょっと盛り取れないね。さすがに。あれは無理っていうね。で、1対1からね、7回裏、ワンボールのライト前。で、ダイソー磯畑ね。で、ロドリゲスショートフライ。で、ここで磯畑ね、盗塁。これもちょっと盛り上がりはさせない。ちゃんと投げてる。ね。まあ、この磯畑のね、スチールと方が上回ったかなと。で、高浜がね、ライトへ、決勝点。タイムリーね、ツーベース打つんだけども、これね、ランナー2塁に行ったことによって、外野が前進守備引いて、頭を越えてタイムリーになってるんで、これはね、磯畑のね、盗塁っていうのがね、非常に生きた。もしあれね、1塁のままだったら、多分ライトフライだったね。そういったところではこの盗塁っていうところが非常にね、生きた、タイムリーになったかなと。でね、10月3日、3対2でね、日本ハムっていうところでね、日本ハム、西武先発ね、渡辺。6回3分の2、86球、3安打5三振、無四球1失点と、カットボールも非常に良くてね、非常に素晴らしいピッチング。こちらもね、縦の同様、来季のローテーション入りがね、まあ、期待される、若い選手ではありますね。で、日本ハムの先発カット、7回98球、3安打4三振、1四球2失点と、まあ、こちらもね、緩急うまく使ってね、カーブなど、チェンジアップうまく使って、まあ、自分のピッチングできたかなと。まあ、今年はね、まあ、大量援護っていうのもありましたけど、全体的にね、ちょっと援護に恵まれないシーズンに、なってるかなと思います。でね、西武はね、2回表、ワンアウトから栗山ヒット、山川フォアボール。で、その先ね、タイムリー。ね、もうホームランかっていうのでね、まあ、こうやって跳ねてね、あれはちょっとね、ホームランじゃなかったですね。でね、戸川の犠牲フライでね、しっかり2点取って、まあ、このままね、本当は2対1で勝ちたかったんだけども、まあ、7回ね、高浜のタイムリーで1点取られて、8回ね、増田。ここはね、ロドリゲスのホームラン。やっぱ当たったらえぐいね。で、9回、このまま終わるかと思ったらね、平。この先頭の松本のね、すっぽ抜けたデッドボール、あれ痛かったかなと。で、その後近藤フォアボール。で、送りバント決められて高浜敬遠。で、浅間がね、粘った挙句にね、打つかと思いきやね、ここで三振して、もうこれで終わりかなっていうところでね、代打西川がね、センターへのサヨナラヒット。西川、グッて。だから平としてはちょっとデッドボール上げ、痛かったね。まあ、こういった結果でね、結局2勝1敗で日本ハムの勝ち越しでした。続いて、楽天対ロッテ。1日、雨天中止。ね、2日、6対1で楽天。で、3日、2対0でロッテ。1勝1敗。5分でした。ね、2日、6対1で楽天。ね、ロッテに2期、2期。5回58球、6安打2三振、無四球4失点と。まあ、楽天ね、初回、先頭打者ホームラン、山崎っていうね、反対方向。非常にね、力あるだと。で、2回ね、
鈴木大地、ライトへツーベース。で、茂木のね、ライトへツーベースで1打点。これファーストレアでね、取れる。バーンと。ね。で、ツーアウトね。で、渡辺がセンターフライ打って、二塁ランナー三塁へ。で、辰巳がね、ライトへ犠牲フライ。ここもね、しっかりね、もう1点取りに行くっていうところでは非常にね、大きな、序盤の3得点になったかなと。で、ロッテはね、4回目で反撃。ワンアウトからね、佐藤ライト前。で、藤岡ピッチャーゴロの間に二塁。で、ツーアウト二塁からエチバリアがね、右中間抜けるタイムリーツーベースで1打点。で、これ三塁へ行ってアウト。でね、これ無駄リクエスト。ね。まあ、本人はね、リクエストってエチバリアやってましたけど、もう楽勝アウト。ああいうのを選手もね、もう、わかるだろうっていうね、バーッと、エチバリア。ね。で、まあ、ここで1点取ってね、反撃っていうところでね、しかし5回、辰巳がね、センターへホームラン。で、6回、浅村ライト前。で、島内バント。この4番のバント。まあ、勝負手って言ったところかな。で、鈴木大地ね、ファースト、ゴロで、レアード飛んでる、バーッと。ミスし、しまくり。で、ここの1点でね、まあ、勝負あったかなっていう感じですよね。で、楽天騎士ね、6回104球、4安打3三振、2球1失点。まあ、制球がね、非常にグッと。ね。まあ、ロッテ連敗してましたけども、ここでしっかりね、連敗ストップというところでね、非常にいいピッチングだったんじゃないですかね。まあ、ロッテはね、連敗が、ロッテ自身の連敗がね、続くっていうね。これで4連敗かね。で、3日の日、2日、2対0でロッテの勝ちということで、ロッテ連敗ストップね。小島がチームを救うっていうね。9回、100球、3安打5三振、無四球、無失点と、完璧なピッチングでグッチ。ね。自身初10勝ということで、ビッググー。ね。まあ、この連敗ストップっていうのは非常に大きかったかな。で、楽天田中ね、9回112球、9安打6三振、1四球2失点。まあ、初回ね、球が高くてちょっと失点したかなと。まあ、1回荻野ね、スライダー高めに打ってライト前。で、藤原ライトフライ取るも中村ね、ストレート高めに打ってレフト前。で、レアードのスライダーも高めに抜けてね、タイムリーツーベース。で、佐藤のセカンドゴロの間に1点とね、この序盤の2点をね、まあ、小島が守り切ったっていうところだったけども、まあ、攻撃面でね、ちょっとっていうところがあってね。まあ、7回読めて、角中ツーベース打って、で、エチバリアがね、ショート内野安打。まあ、これ三塁進めずね。で、ダイソー和田が出てるんだけども、セカンドランナーね。で、藤岡、スリーバンド失敗。加藤、スリーバンド失敗。バッ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 と。2者連続スリーバンド失敗って見たことないよ、ほぼ。でね、荻野の、セカンド内野安打の間に、二塁安打和田がね、本塁へ。っていうところでね、セカンド浅村がね、好判断でホームへ投げてアウト。コーチャー、バッと。ストップでしょ。あれは、楽勝で。抜けてないんだからね。もう楽勝で挟まれてアウトだったしね。バーッと、コーチャー、バーッと。ね。まあ、こういったところのね、ミスっていうのをなくしていきたい。で、この試合もね、レアードがいきなりね、1イニングに1個エラーを取って、その後ね、ダブルプレーに打ち取ったんでね、切り抜けたけども、レアードだから、まあ、実際ね、2試合で4つミスだからね。バーッと。で、これでね、マーティンが、明日から帰ってくるらしいっていう情報もあるんでね。そうなってきたら多分マーティンは守備つけないと思うんで、もうレアードのファーストの守備っていうところになるんで、ここら辺やっていかないとね、追撃、オリックスに向けてね、いけないよと。こうね、まさか今週ね、オリックス一回勝てばよかっただけなのに連敗して、首位オリックスと 1.5 ゲーム差。ね。語りつき、きつい終盤になってるところでね。まあ最後ね、この、小島のね、好投で勝ち越したじゃない、連敗をね、ストップさせたっていうところは非常に大きかったんじゃないでしょうか。結果ね、1勝1敗の5分でした。さあ続いて、オリックス対ソフトバンク。10月1日2対1でオリックス。2日6対0でオリックス。3日3対0でオリックス。オリックス3連勝！今週6連勝！負けなし！強い！ねえ。ということで、1日2対1でオリックスね。オリックス宮城、7回112球、7安打6三振、無四球1失点と。まあ、対右ね、1割9分3厘。で、対左2割4分2厘とね。まあ、差はあるけど、そんなに左にね、もう打たれてるわけじゃないんだよね。でね、まあ、この試合もね、甘い球あったけども、このね、胸見えるのはね、遅かったね。遅かった。ゆっくり来て、ここでクイックターンすることによって、多分甘い球もあったんだけども、出所も見づらく、バッターにとったらね、ちょっと差し込まれ気味だったかなっていうところでね、まあ、打ち損じも目立ったかなと。で、前回よりね、この対角線のコントロールっていうのは非常にね、良かった。グッピッチ。ね。まあ、ここが生命線っていうところもあるし、あとまあ、二段モーションでね、この、右足をゆっくり上げて、で、しっかり左足に体重乗せて、で、下半身で粘り出るっていうところもね、フォームバランス非常に良かったかなと、思います。で、ソフトバンクはね、5回表、牧原サード内野安打、中村三振、で、一塁ランナー盗塁してね、ランナー三塁へ。まあ、結果ね、キャッチャーのエラーっていうところでね、この、伏見、セカンド投げるんだけども、あれね、ショート紅林、入るの遅い。バッと。あれ、もし入ってたら、アウトだったかもわかんないタイミングだったよ。キャッチャーナイススローだったよ。それをね、冒頭になってキャッチャーのレアついて三塁へ。でね、マッチのね、先制、タイムリーに繋がるけども、このちょっと紅林のプレーはバットだね。ミスじゃないからね。まあ、技術的なね。判断ミスっていうかね。もうちょっとセカンド、サイドステップで入っ
って打たなかったらそのまま入るような形にしないと。ね、あれはちょっとキャッチャーにとってはね、っていう感じだよね。でね、ピッチャー、で、7回裏ね、ピッチャー岩崎に代わって、ソフトバンクね、攻撃オリックス。杉本レフト前、もやセンター前。で、これはバント、三塁へ、グッド。このバントは非常にうまかったです。で、T 岡田ね、敬遠して、で、伏見の時にワイルドピッチ。まあ、この初球のね、ワンバン。で、ストレート。これはもうキャッチャー無理よ。あれはもう回止めれない。もう投げた方の責任。まっすぐのワンバンで、ちょっとね、高めぐらいどこ構えてたからね、それを止めるのはね、無理。で、その後ね、伏見のね、ショートゴロ。で、太田ピッチャーゴロでね、追加点取れずっていうところで、ここ、スクイーズでも、面白かったよね。非常にね。あ、ほんで、忘れてた。オリックスね、6回裏、伏見がね、ライトでツーベース。伏見のね、反対方向、非常にいいよね。で、前日失敗したね、太田、送りバント、ここは成功。で、福田ね、セカンドゴロで、これ1点取れないなと思ったところで、宗がね、インコースの厳しいところ、ライトへね、初球のカットボール、いい形のね、ヒット、グッと。このヒットがあっての、伏見のね、ワイルドピッチで決勝だっていうところなんで、ソフトバンクとしてはこのミスがね、響いたよね。で、まあね、ソフトバンク石川、6回94球、3安打3三振、1球1失点、グッピッチ。ね。まあ、いい時に勝てないっていうね、援護してくれないっていうところがね、ちょっと勝ち星と負け星のね、このバランスの悪さになってるかなと。でね、9回、ピッチャー平野、ね、ワンアウトから柳田のね、フォークボール、フォアボールになったけども、あれはね、グッと。非常に良かった。甘めいってホームラン打たれたら終わりだからね。ちょうどいいところに投げてね。まだ柳田がよく見逃したかなと。その後ね、デスパイね、スリーボール、ツーストライク、このアウトコースのストレート三振、グッと。このね、これ配球とピッチング非常にね、うまかったかなと思います。結果ね、2対1でオリックスの勝ち。ね。で、2日、6対0でオリックスっていうところでね、もう、オリックス山本、9回115球、2安打8三振、1失球無失点、もう完璧です。もう説明する、ほどでもない。もう、グッピッチ、グッピッチ、グッピッチ、スパイダルグッと。ね。で、ソフトバンク、スチュワート。まあ、初回からね、四球連発で4失点。で、2番ってね、大関も四球連発で失点。で、まあ、2回で勝負あったかなと。で、ここでオリックスね、吉田に四球、デッドボール当たってね、こう骨折っていうところで、これは非常にね、痛い。せっかくね、この復帰してきた中でね、この、ここに来て吉田の骨折離脱っていうのは、オリックスね、優勝に向けて非常に痛い、状況だった。その中で、次の試合、ソフトバンクはね、中4日で千賀を持ってきて、どう戦うのかなっていうところで、3対0、オリックスが勝ちっていうところでね、まあ、オリックス竹安、6回176球、1安打4三振、1失球無失点、グラーッ！この吉田ショックの中、この無失点投球が非常に素晴らしい。若干ね、甘い球もあったけど、若干手が遅れてくるところがね、ちょっとタイミング取りづらかったかなっていうところはあるけども、非常に素晴らしい。で、千賀はね、中4日、6回93球、6安打5三振、1失球3失点。まあ、こちらもね、中4日の中では非常にね、いいピッチングしたんだけども、なんとオリックス2回、杉本がライトへホームラン、ぐーっと、このホームランは勇気与えてね。で、まあね、4回表、ワンアウトからね、栗原がセンター、ツーベース打ってオリックスの攻撃ね。こうワンダウン三塁、ここで点取られたらバランス悪いなっていうところで柳田三振。で、デスパイネのサードゴロ、胸がね、三塁線ダイビングにとってアウト。ガーッと胸。ね。今年ゴールデングラブ賞確定かっていうね。で、この、里崎理論で言うと、胸はいいプレーをした後、打つっていうね。ところで、オリックス4回裏ね、その胸から先頭、サードに悩んだ。で、クレバイショートゴロ。で、杉本ライトフライで、これでも点取れないかなと思ったら T がね、ライト前ヒット。で、一三塁になって盗塁してね、T が。で、足立がね、センター前タイムリー、ガーッと、この追加点1点非常に大きい。で、5回裏もね、伏見センター前。で、山足がね、このバスター。うん、あれうまかったね。で、レフト前。で、福田バンドして、胸のショートゴロの間に行って、作戦もグーッと。ね。で、ソードバンクはね、もう3安打。完敗です。ね。まあ、んでね、まあ、9回ね、ソードバンクを起き、ノーアウト1塁から三森ね、盗塁アウトっていうところで、ワンバウンドしたから、下から走ったのかな。でもそこ、ね、伏見がしっかり取ってセカンドアウトっていうところで、バーッと。これはダメだ。ね。点差が3点あるのに、盗塁してセカンドへ行くほど、ね、絶対だったらいいけども、そこまでギャンブルして楽勝でアウトだったからね。それはちょっとね、判断ミスだね。点差も考えるとね、積極的っていうよりも、楽勝でアウトだからね。判断ミス。ね。まあそういうね、積極的なっていうところは変えたいけどもね、ちょっと状況をね、見てほしいかなっていうところがありますね。まあ結果ね、中4日で千賀エース持って来られてもね、吉田いなくてもこの3対0で勝ったっていうところはね、先発竹安、グッと。ね。で、杉本のね、先制ホームラン、グッと。ね。胸のナイスプレーからのナイスヒット、グッと。そして、山足のバスター、グッと。でね、非常に作戦も生きた、ね、3連勝だったかなっていうところになります。続いてセリーグ、広島対ヤクルト。10月1日4対5ヤクルト。2日5対9ヤクルト。3日4対1ヤクルト。ヤクルト3連勝！ここに来て3連勝はでかいね。
ヤクルト先発ね、原。ね、10月1日。6回3分の2、104球、6安打3三振、無四球4失点。初回ね、失点するも、2回から6回にかけて三者凡退と、まあ、インコースアウトコースね、しっかりコースに投げられたんじゃないのかなと、思います。広島はね、初回初期、ショートゴロエラー、西浦ファンブル、バーッと。いきなりはきついよ。で、小園ライト前。で、ノーバウト1、3塁から西川のね、レフトへ犠牲フライ、1点。ね。で、広島もね、この1点をね、エース大瀬良で守りきれるかっていうところでね、7回108球、6安打13死、無四球1デッドボール2失点。まあ、コースね、低めついて非常にね、投球も素晴らしかった。ね。その中でね、ヤクルト6回、ワンアウトからね、塩見レフト前、青木ピッチャーゴロ。で、山田ライト前。で、村上デッドボール、2アウト満塁から大瀬良がね、逆転、ライトへタイムリーツーベース。初球のカットボールで、ね、高め浮いたところを打った。だから大瀬良もちょっと高め浮いたところを打たれてんだよね。で、広島はね、7回裏、西川レフト前、鈴木誠也レフト前。で、坂倉がね、ピッチャー強襲。で、満塁になって菊池ショートゴロ。で、代打、松山三振。で、ツーアウト満塁から相沢のライトへ逆転、タイムリー、2点っていうところで、あ、ここで広島逆転かなっていうね。で、その後ね、代打長野がね、ライトへね、タイムリーヒットで1点。ぐっと、この1点も大きかった。これがね、勝負点になって、あ、終わったかなって言ったところで、ヤクルトはね、8回表、ノーアウト2、3塁からね、村上の、ショートゴロの間に1点。で、ワンアウト3塁になって、オスナがね、センターオーバー、タイムリースリーベースで同点。で、中村がセンターへ勝ち越し、強い！ここから逆転するのはね、非常に強い勝ち方だったかなと。で、2日、5対9でヤクルトっていうところでね、ヤクルト高梨、前回ね、好投して、7回3分の1、119、8安打7三振、無四球4失点と。まあ、ストレート方向はね、もちろん良かったんだけども、これアクセントに使うカーブ、カウント取りとか勝負球、非常にこのカーブっていうのがね、有効的に使えたかなと思います。で、広島ね、高梨、5回3分の1、101球、7安打7三振、1球、6失点と。いうところでね。まあ、生命線は対角線のストレートカット。まあ、ここの制球がね、ちょっと甘かったかなっていうね。まあ、ここが甘かったらね、ちょっとなかなか厳しい。で、まあ、チェンジアップフォークっていうところ投げてんだけどね、もうちょっと割合をね、多くすると、もしそこがうまくいかなかった時に違うところでね、回避できるっていうリードもできるんでね。まあ、これはもう来年以降に向けての、能力アップに向けてのチャレンジだね。で、ヤクルトはね、4回表、塩見レフト前。で、青木がね、サード内野安打。で、山田レフト前。で、村上三振、オスナ三振するけども、中村のセンター前に2点タイムリー、ぐわーっと。この中村の6番がかなり効いてるよね。で、6回表ね、山田レフトへツーラン。で、3段はね、ピッチャーコルニエルから、ライトへスリーランっていうところで、まあ、勝負あったかなと。まあ、広島もね、8回裏、西川ね、ライトへスリーラン。で、菊池のセンター前タイムリーもね、ありましたけども、ちょっと前半のね、失点が大きかったかなと。で、まあ、田口、石山、このね、リリーフ、一人一冊、火消しっていうところで、グッと。この采配もね、非常に良かったんじゃないのかなと思います。で、10月3日ね、1対4でヤクルトっていうところでね、広島、ね、森下、立ち上がりね、ちょっと下半身、ちょっと踏み込み弱くて、粘りなくてね、ちょっと上とのバランスが悪くて、ちょっと、こう、ふわってなってたような気がするね。まあ、徐々にね、知り上がりには良くなったんだけども、まあ、そこのね、初回をつくっていうところで、ヤクルトはね、初回塩見レフト前。で、青木がね、レフトへツーベース。で、山田ね、センター犠牲フライできっちり1点取る。ヤクルトはね、市川も高騰するんだよね。まあ、1失点っていうところでね、まあ、高騰するんだけども、まあ、前回ね、大量援護あったけども、今回はね、ちょっと援護がなかったっていうところでね、まあ、勝ち星には恵まれなかったけども、非常にグッピッチ。ね。で、まあ、終盤ね、サンタナ。まあ、1対1でね、ついて、このまま引き分けかっていうね、ところでね、まあ、8回にね、ピッチャー島内に代わって、森下からね、山田フォアボール、ね、村上がライトヒット。で、オスナアウトになって、で、中村雄平の時にね、ピッチャー森浦に代わって、まあ、三塁ね、フィルダースチョイスによる出塁っていうね、ところはあったけども、サンタナがね、しっかりきっちり、ライトにね、ツーベース。このサンタナがね、ツーアウトになってからもね、しっかり打つっていうところが、強い。だからこのヤクルトの3連戦で、あ、これで点入んないかなっていうところでね、きっちり打ってね、得点してるっていうところも大きいね。で、9回表ね、青木がライトへホームラン打って、これでもね、ダメ押しっていうところになりましたね。で、この試合のね、やっぱ一番良かったのはね、まあ、石川がね、まあ、1失点で行くんだけども、リリーフね、まあ、大西はね、しっかり1回、きっちり打ち取って、で、今野ね、1回、こちらもきっちり打ち取って、まあ、勝ち投手ね。で、その後ね、石山スアレスって言ってね、行くんだけども、非常にね、この清水、マクガフっていうのをね、休ませながら、しっかりね、そこで勝ち切るっていうところは、まあ、ベンチの采配も含めてね、非常に大きな勝ち方だったんじゃないでしょうかね。結果、ヤクルトの3連勝、首位が3連勝したら痛いねっていうね、試合でしたね。さあ、続いて、阪神対中日。1日、5対2で阪神。2日、3対0で阪神。
3日、3対1で阪神、阪神の3連勝、首位が3連勝しても俺らも3連勝だっていうね、ところで離れないぞっていうね、素晴らしい戦いでしたね。1日、5対2で阪神、阪神ね、先発伊藤、7回105球、6安打2三振、無四球2失点と。で、まあ中日ね、福田、5回7回、2打席連続ホームランって、ガラッね。しかし、この2失点のみでね、伊藤が踏ん張った。まあね、低めへのしっかりした制球っていうところがね、まあその以外のピッチ選手をね、しっかり打ち取れたかなと。でね、中日は4回ね、2アウト1、3塁で、まあ1塁ランナービシエド、3塁ランナー大島っていうところで、まあね、このバッター福田、これダブルスチール失敗っていうね、まあ梅野ね、偽投で3塁ランナー大島がね、飛び出す、アウト。ね、まあこれはもう作戦も成功したっていうところでね、まあたられば言ったら終わりだけども、福田が2打席連続ホームランを打つっていうところでね、このダブルスチール失敗は痛かったかなと。ね。で、阪神はね、一発攻勢。大山はね、4回、センターへツーラン。5回ね、マルテ、ツーアウト1塁からスリーランっていうところで、パンパンってホームラン打って先発の伊藤が投げるって、ね、伊藤も本当に低めの制球ね、非常に良かったかなと思います。で、10月2日ね、3対0で阪神っていうところで、阪神、高橋遥人、9回、97球、5安打7三振、無四球、無失点。まあ、2試合連続、カップね、まあ、ストレートも変化球も精度高い。もう言うことなし。ゴピッチ。ね。で、阪神はね、初回から速攻。近本先、ライト前。で、中野レフト前。で、中野盗塁して、ノーアウト2、3塁でね、マルテのレフトへ。スリーランホームラン。2試合連続、グッ。ね。で、中日ロドリゲスね。6回3分の1、100球、5安打3、三振、2四球、1デッドボール、3失点。まあ、初回伸びでね、非常にグッピッチン、良かったんじゃないのかなと。まあ、ね、無失点で、無得点でね、それはきつい。ね。でね、ここでね、今度、もしかしたらね、スタンダードになって流行るかもっていうのがね、8回、中野がね、盗塁した時に、セカンドね、どの上のトリックプレイ。このね、もう全然、口頭で取れない時にね、タッチしに行って、でね、空タッチしに行って、中野がね、ボール持ってると思って、セカンドベースでね、止まってる。でね、見た時にはもう遅いっていうね、ところで3塁行けなかったんだけど、あれいいね。もうあれ、もう高校野球からね、もう小学生も含めてね、全員やるべき。もう取れないなと思ったらもう空タッチ。ね。あれはね、流行るかもしれない。だもし今度ね、まあ今までやってた選手もいるかもわかんないけども、これがね、今度流行ったら、どの上のおかげでね、だからどの上プレイ、ね、で、命名しましょう。どの上トリックだね。どの上トリック。ね。これ、非常に流行るんじゃないのかなと思って、見てて感心しましたね。で、10月3日ね、1対0、阪神っていうところで、阪神はね、もう3回の裏、マルテがね、3試合連続、レフトへ、ホームラン。まあこの1点で勝つんだけども、やーつからのビッググラからのスパイラルからのナイアガラで優勢。三振全然なかった。しかも超いいところで打ってる。マルテ最高。ね。っていうところでね、まあ、この1点で勝つんだけども、今日のね、この試合、里崎チェックならぬ里チェックちょっとお伝えします。まあね、両先発もね、頑張ったんで、またその頑張ったって言ってもあれなんで、ちょっと気になるプレーがあってね、この試合はね、そのチェックでいきましょう。ね。阪神ね、4回裏。三塁ランナー小野寺。みんなピッチャー梅野。ここでね、梅野はショートライナーを打ってね、三塁ランナー小野寺はギャンブルスタートを切って飛び出してね、で、まあダブルプレイになるんだけども、これはね、OK。仕方ない。ギャンブルプレイっていうのはバットが当たってライナーだったらダブルプレイになる覚悟をして、でもゴロだったらセーフになるよっていうところでね、攻めていく。このギャンブルスタートは、もうこれはもう仕方ない。これはまあリスクがね、伴うんでね。で、逆にね、中日。三塁ランナー福田。で、バッター高橋。っていうところでね、この福田もね、一塁から、ワイルドピッチで、ね、三塁行くんだけども、あれはね、止めれない、キャッチャー。めっちゃ難しいプレーよ。あれはね。まあ、これでね、まあ、こう一言言っといて。で、三塁行って。で、高橋ね、三振。で、三塁ランナー福田飛び出し、ダブルプレイ。これはね、バーッと。ギャンブルスタートよって言ってんの、そもそも。バットに当たったらスタートだからね。当たんなかったらバックだから。ね。だってさ、いや、サインわかんないけど、エンドラン？エンドランだったら仕方ないよ。ランナー三塁で軟式野球にね、よくある、社会人でもね。ランナー三塁で、エンドランだったら仕方ない。飛び出したのは。でもよ、ギャンブルスタートっていうのはそもそも、振り出しでスタートじゃないからね。当たってスタートだから。で、それでライナーは仕方ない。でもこの福田のプレーは、当たってないのにスタート切ってる。エンドランだったら仕方ないけどね。でもこれが、ギャンブルスタートだったらもう、大パーッね、ここら辺ちゃんと練習しとかなきゃ。このね、だから阪神のは OK。これは仕方ない。でも中日のはダメ。ね。こういったところのね、ギャンブルスタートの良し悪しっていうのをね、皆さん里崎チェックでね、勉強していきましょう。まあね、結果、
ヤクルトは3連勝したけども、リー・阪神も3連勝だっていうね、試合になりましてね。あ、で、このね、10月3日の試合、阪神ね、スアレスが、セーブ上げるんだけども、ヤクルトもスアレスがね、セーブを上げて、日本初、同日、兄弟、セーブっていうところで、ナイス、グッ、ね、非常に珍しいね、ことが起きましたね。まあ、結果、阪神のね、3連勝でした。さあ、続いて、巨人対 DeNA。10月1日、3対2で巨人。2日、5対4で巨人。3日、3対3で引き分け。1位、ヤクルトが3連勝。2位、阪神が3連勝。俺らも3連勝だ、巨人。2勝1分け、惜しい。0.2 勝1分けなのに、0.5 ゲーム差広げられる。ね。10月1日、3対2で巨人。ね、巨人先発菅野。6回107球、4安打7三振、4四球、2失点と。ちょっとなんかやっぱり、こう、全盛期っていうか、この状態完璧っていうまでじゃ、なかなか上がってきてないよね。まあ、その中でね、DeNA、4回表にね、先制っていうところで、佐野がフォアボール。で、牧がね、サードゴロ。で、オースティンフォアボール。このフォアボール2つが痛いよね。なんか菅野らしくないっていうかね。で、宮崎ライトフライ。で、2アウト1、3塁になってから、ソフトがね、2エンド2から、フォークボールね、結構いいところだったんだけどもね、左中間ね、タイムリーツーベース。で、6回表ね、佐野。ツーボールツーストライクから外すらね、これレフトにホームラン。グッと。外すらレフトにホームランはすごいよ。これはもうバッテリーね、どうしようもない。で、DeNA はね、先発ロメロ。6回87球、9安打4三振、1球2失点。まあ、ツーシームね、非常に良かったかなと。そのためにね、チェンジアップがね、非常に生きたっていうようなね、投球に見えましたね。で、巨人、チャンス作るもね、1本出ずということで、ようやく、ね、6回、岡本レフト前。で、亀井ライト前。で、大城ライト前で、ノーアウト満塁作って、丸がね、レフトへ、2点タイムリー。ね。ほんで、レフトね、佐野、悪送球。ね。で、このね、悪送球、まあまあ仕方ない。このね、交差プレイになるからね。一番問題なのはね、ピッチャー、ロメロ。ベースか、バックアップ行ってないからね。あの、映像見たら、キャッチャー横に立ってたからね。で、後ろ行って慌てて拾いに行く。バーッと。後ろ行っとかなきゃ。で、その間にね、ランナー進んで、ノーアウト2、3塁から、まあ、小林三振。で、代打重信。で、3、2のダブルプレイっていうところでね、外がベース踏んで、で、3本間大城挟まれてアウトっていうところだけども、これはね、大城が悪いのかどうかっていうところで考えると、多分二塁ランナー丸がもう飛び出してたんだよね、三塁へ。で、三塁ランナー大城は走ってなかった、もう仕方なく、まあ追い出されちゃったんだけど、これね、一つの問題として、ゴロゴーだったかもわかんないね。あの、ゴロゴーで、で、セカンドランナー丸もゴロゴーが分かってて、ゴロゴーだから丸も三塁行ったのに、大城が走ってなかったっていうパターン。だからあれがもし、で、もしゴロストップなんだったら丸は多分ね、走ってないと思うんだよね。だから作戦的にはゴロゴーだったのに大城が走らなかったか、ゴロゴーじゃないのに丸が走ってきたか。これどっちかのミスだね。ここでのダブルプレーっていうのは非常にね、痛かったかなと。でね、7回、ピッチャーね、砂田に代わって、ワンアウトからね、若林センター前、で、坂本レフトへツーベース。で、岡本敬遠して亀井がね、決勝打となるセンターへね、犠牲フライ。ヒーローインタビューでね、いつも僕の前は敬遠されるんでみたいなね、ありましたね。ロッテ戦で涙のね、サヨナラホームランね、思い出しましたね。この試合ね、若林8月26日以来のスタメンで、大城のファーストっていうのはね、4月以来のスタメンっていうところで、これ起用がね、グッと非常に生きたんじゃないのかなと思います。でもちょこちょこね、ちょっとミスがあったんで、そこら辺はね、ちょっと防いでいきたいなっていうね、技術的なミスじゃないんでね、こう伝達的なミスなんで、あの DeNA も巨人もね、そこら辺はちょっと修正していきたいなと思いますね、残り試合に向けてね。で、10月2日、5対4で巨人というところで、巨人ね、山口、右肘違和感で先発回避っていうところでね、ちょっとこの中ね、詰めて投げたのがちょっと影響したのかなと、多分張りかなって思うんだけどね。でね、そこで緊急先発ね、畠、3回39球、3安打3三振、1四球2失点。で、その後ね、田中に失点。で、高木、高梨、中川、デラロサ、ビエイラとね、まあ、リリーフね、うまく、まあ、繋いだかなっていう感じですよね。で、まあ、巨人初回ね、松原レフト前。で、盗塁して若林バント、坂本ね、センター、ユニキステイフライで先制。で、2回ね、で、亀井が、前日ね、決勝打の亀井がホームラン。で、3回にはね、代打、北村、ライト前。で、松原レフト前。で、若林ね、バント失敗。バーッと。ここきっちりやっていかなきゃ。で、その後ね、坂本がレフトへツーベースで1打で、こうね、若林のバント失敗を救うっていうね。で、その後ね、岡本フォアボール。で、壁、セカンドゴロの間に行って。で、5回ね、松原フォアボール。で、ワイルドピッチでね、三塁。あのままよく三塁まで行ったよね。これね、戸柱ね、ちょっと反応遅いよ。こう、動きながらでやってるからね、ちょっと反応遅い。で、その後、若林フォアボールで坂本がね、ライトへ、犠牲フライ、決勝点っていう形にね、なりましたね。
だこの試合はね、しっかり松原、ね、が出て、しっかり坂本が返すっていうね、いい形の中のね、上位打線っていうのが形成されたんじゃないのかなと。DeNA はね、3回、2アウト2、3塁からね、佐野がレフトへ、2点タイムリー。で、4回表ね、外、3塁ゴロの間に1点。で、戸柱ね、ライト前1点っていうところでね、やっぱこの一発が、やっぱ DeNA 出ないとこうなんか乗ってこないんじゃないのかな。もうタイムリーヒットもね、いい形で出てんだけど、やっぱ一発っていうところがね、やっぱ DeNA をね、活性化させるんじゃないのかなっていうね、感じに見えましたね。で、10月3日、ね、3対3の引き分けになりましたけども、まあこの試合ね、このね、一発っていうところで言うとね、まあ5回ね、宮崎がソロホームラン。打つんだけども、その後もね、外センター前、柴田レフト前。で、飛ばし合うと、この今永のフォアボール。この今永のフォアボールが痛かったよね。で、ワンアウト満塁になって、で、上里ね、三振取るんだけども、佐野にね、センター、2点タイムリーツーベース打たれて。俺ね、ずっと見てて思うんだけどね、佐野にね、そんな高めのストレートね、はもう、そこまでかなって思う。結構打ってるような気もします。ね、まあ攻めてるけどね、なんか佐野に高めのストレートってそんなめちゃくちゃ言うほど有効策じゃないんじゃないのかなっていうような感じはちょっと見てて思うね。まあそこら辺はね、データも含めてもっと精査しなきゃいけないんだけども、どうなんだろうって。俺がまあ見てる感じで言うと、なんか高めって結構いい感じでね、バットが出てるんだよね。で、5回裏ね、その後しっかりね、代打広岡ね、とこに代わってレフトへホームラン、グッ、この1点ね、非常に大きかったかなと。でね、7回裏ね、この丸のホームラン。ね、ちょっとタイミングずれたけどもね、体重乗ったかなって。で、9回裏ね、岡本フォアボール。でね、亀井三振。うん。その前にね、松田が通るっていうね、松田の生きるっていうね。まあ、ここね、最後、伊勢がマウンドを立つんだけどね、DeNA も守護神ちょっとバタバタしてるよね。で、その後丸がアウトになって、大城がね、代打。ね、ライトへ、タイムリーツーベースで同点。ね、この後一気に逆転ね、できればっていうところでね、ツーアウト満塁で松原がね、三振になっちゃうんだけども、まあ、ここね、しっかりよく追いつけたかなと。ね、こう負けてたらやばかった。でももう、3位はね、引き分けも負けとなってたんだけど、まあ、負けなくてもよかった。ね、結局、2勝1分けの巨人、勝ち越しでした。さあ、ということで、ベストナイン、パリーグ発表します。ピッチャー、ロッテ、大島。逆転優勝へのキーマン。キャッチャー、オリックス、藤見、コーリード、グッバッティング。ファースト、セーブ、山川、2発ホームラン。セカンド、セーブ、外崎、走ってグー。サード、オリックス、宗、攻守の後のグッバッティング、里崎理論です。ショート、オリックス、紅林、首位攻防戦3連勝、立役者、グッバッティング。レフト、オリックス、T 岡田、週間9打点。ロッテ戦、逆転、スリーラン、9回、完璧。センター、オリックス、福田、首位攻防戦3連勝の立役者、グッ。ライト、オリックス、杉本、ラオ、グーッ。ガイア、オリックス、ワン、ツー、スリー。DH、ソフトバンク、デスパイネ、週間9打点。特別賞あります。オリックス、山本、グーッ。ナイスピッチング。オリックス、竹安ガーツ、エース千賀に投げ勝つ。ニーパーム、川野、先発初勝利、ガーツ。オリックス、山崎総一郎、ガーツ、プロイザー初勝利。さあ、続いてセリーグ。ピッチャー、阪神、高橋遥人、逆転優勝へのキーパー。キャッチャー、広島、坂倉、ファーストキャッチャーの二刀流。ファースト、阪神、マルテ三連発。セカンド、ヤクルト、山田、まだ29歳、若い。サード、DeNA、宮崎、浜野プーさん。ショート、広島、小園、レギュラー確定。レフト、ヤクルト、青木、週間10安打。センター、阪神、近本、週間10安打。ライト、巨人、松原、週間9安打。特別賞あります。中日、福留、まだまだ若いぜ、元気、ナイスバッティング。ヤクルト、奥川、7試合連続無四球、素晴らしい。さあ、ということでね、お伝えしました。明日から、DeNA 阪神、ヤクルト巨人の首位攻防戦。こちら10月7日、フジテレビ1で早速解説させていただきます。で、中日、広島。パリーグは、ロッテ、西武。オリックス、日本ハム、ソフトバンク、楽天、ここの3位攻防戦も熱いっていう形で、まだまだセバ両リーグね、首位攻防戦、どうなるのかね、面白い戦い待ってますよね。逆転の
ね、巨人あるのか、逆転のソフトバンク楽天あるのか、1位2位対決どうなるのか、今週大きな変動はあるのか。皆さんもう残り試合少ないですよ。楽しんでいきましょう。今週のプロ野球も要チェック。